皆さん。はい。どうしますか。気になるところで止まりました。ね、ちょっとスマイルさんの話した時に。スマイルさんは大丈夫かな。スマイルさんの話してたら、はい、止まらんからもう。アムロ、ね。アムロ。顔して。アカウント。男性ですか女性ですか。男性よ。あ、男性。ね、そうですね。ただ今ね、はい、見たらね。はい。鷹の爪団の。はい。あの。鷹の爪団。鷹の爪。ああ。秘密結社。あ、吉田くんや。吉田くんになってる。鷹の爪。あ、わからん。わからん。サーター、サーターって、ね。マジっすか。どうしたんだ、吉田くん。ああ。エビスさんの熊の手。熊の手。もう若干ね、これ、エビス吉和さんの熊の手みたいなっていう。エビス吉和さんの熊の手。エビス吉和さんの熊の手あったとしたら、もう不吉やからね。そうやね、うん、汗いっぱい出るからね、まだ。本当にギャンブルとかハマりそうな感じで、ギャンブルが当たらない熊手やから。ああ。うん。ね。ね。あら、これ、そう読むの？どうした？これずっと俺、時代主や思ってんよ。ね。うん。これ、今年の主神社って。せやで？いや、知らなかったよ。そうなんや。めっちゃ難しい言い方で読んでいくやん。もう、恥をかくとこやったな。いや、もう書いてもだわ。ことしろ主。ことしろ主神社らしいですね。はい。エビスさんはお菓子くれるんですよ、お菓子。うん。プロレスではね。そっちのエビスさんかーい。はい。バーイ。大阪プロレスのね。大阪プロレスのね。エビスさんね。お菓子チョコレートちょうだいって。今そんなに関係ないわ。はい。バイフライングキット市原。イェーイ、ね。はい。空気の流れを変えました。すいません。ね、じゃあフライングキット市原さんは2代目のエビスさんですからね。あ、素晴らしい。お素晴らしいですね、2代目。だから期間は短いんですよ。3代目がスイーツマッスル。違います、違います。スイーツマッスルはプロレスラーではないですから。ただただのボディビルダーです。ただただのね。スロンガーツーさん、市民、昨日はごめんね。大丈夫ですよ。なんか、ちょうどあれやったので、ね、なんかコメントももらったんですけども。うん。大丈夫でございますよ。ルイルが縮め縮め縮めコール。縮み、縮み。縮めな、縮め。縮み。縮まったら。サクサクが、私も、揚げじゃが好きだと。美味しいっすよね。イェーイ。仲間いて嬉しいよ。あはーん。揚げじゃが女子やな。ソースは全部つけようね。で、マチコティーちゃんも揚げじゃが美味しいよ。あはーん、揚げじゃが女子やな。女子みんな好きって感じ。うん、そうよ。ね、揚げじゃがとバービー人形はみんな好きよ、女子。ルルイ、あ、いやいや、ルータンさんが、うん、揚げじゃが知らないなと。マジですか。ああ、そうなんや。うん、やっぱ、近畿圏は知らないですね。どこの県だけあるんだろう。徳島県だけだったら。まあ、それはそれで嬉しいかもしれないですね。そんな限定的なんか？めっちゃ美味しいっすよ。ルイルイがフランクフルトあまり食べへんなぁと。いや、屋台やったらたこ焼きやなぁと。たこ焼きね。逆になかなかたこ焼き食ってこないわ。そうやね。屋台の。もうね、たこ焼き屋さんいっぱいあるでしょ。うん。うね、なんだもう家庭でもめっちゃすんもん。するでしょう。うち唐揚げとポテトは絶対気になる。ああ、気になるね。うん、気になる、ね。ジャンボ唐揚げ気になるね、まだ。ジャンボ唐揚げね。うん。最近なんかいろんなもんがジャンボになってきてんよね。尾崎までジャンボになってるから最近。ジャンボは昔からジャンボやぞ。そのジャンボは。そうや、そうや。ジャンボ尾崎ってあれやな、ここの襟足がめっちゃ長いおっさんでしょ。そうや、ほんまに。もうジェット機さえも最近ジャンボ言ってるからね。それは昔からジャンボや。ほんまに。年末、宝くじもジャンボ言うからね。うん。今日当選、抽選日発表されたらしいですよ。買いました。マジか。宝くじ。今日なんですか。なんか、さっきね、最新ワードで、ジャンボ宝くじって、抽選かな、なんか番号、当選番号って書いてあったけど、買いませんよ。買ってないの。夢は買わないですよ。そうよ。夢売ってもらう。あ、売ってますもんね。夢を売ってるから夢変わんねや。そうやで、今は売らんすけどね。そうなんですよ。なんでやねん。なんでやねんじゃない。そうですか。黒沢介さんがおはようございます。おはよう。今朝は、業界人や。朝早くからユーストリーム配信ご苦労様です。そうそう、俺、ほんま。午前3時からやったんですよ、昨日。なんで朝早い。昨日ね、うん、5時からの、まあ、新年会というか飲み会があったんですよ、旋回記念で。それで、はいはい、スペシャルの後、後にそのままちょっと2時間ぐらいまで行ってて、はい、だから帰ってきたのがもう何時ですかね、2時半とかそんななってくのかな。すごいですね、アナウンサーの方みんな寝てないんちゃいます。そうですね、すごいっすね。で、まあ、
僕もそれぐらい帰ってきてから、でも配信やってなかったんで、うん、とりあえず1時間やらなあかんわっていうので、はいはい、もうくたくたのまま声出えへん、昨日声枯れてて、もう、カラオケでもガンガン歌ってて、なるほど、でもう声出えへんままやってたんですけども、うん、もう天竜源一郎ぐらいですよ今何言うてんの言うぐらいのな、はい、やってたんですけども、うん、もうやっと1時間ちょうど終わった、はい、僕ね消して記憶はあるんですけども、うん、なんかね消した記憶もないんですよ。消した記憶は押したとは思ってるんやけど、うん、気がついて寝てて、あれ俺押したっけみたいな、え、あれもあ消えてるから押してんねんなっていう状態やって、もうそれこそもう僕スタートままずっと寝てて、昨日、配信いや配信終わったっ、終わってから、そうそう、もう一瞬わからんようなと思って、すごいな、はあ、キャンパりました。いや、はい、で、その配信はどれぐらいの視聴数でしたかと、そう、これ意外とね夜中やのに、うん、あれ何人見たやろ、11以上見てましたね、16とか言ってたんちゃう、あれなんだかんだで多かったんよ、ほうほう、よう来てるなみんなと思いながら、まあね、いや嬉しいですけどね、漁師さんとかがね、なんか出港前に、天候見ずに、そうそうそう、おいね、ちょっとユーストリームでも見てみるか、おお、やってんな芸人が、おい、よっしゃ、じゃあ一発当てに行くい、そんな状態、そうそうそう、漁師さんが中心に、まあ、そんな漁師の話をしたルータンさんが、西宮のエベスさんはマグロがドーンと一本あって、それに1万円を貼り付けて買えるんやで、あ、そう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 、これそうやねん、マグロにね、クイッと、まあ、1万小銭も貼り付けてる人いますよね。今日見たテレビでお金、小銭を貼り付けてるのは見た、そうそうそう、1万はどういうこと、1匹で人によっては1万貼り付けると思う、もうこういう感じの、もうがっつりとしたマグロが横こうなってるやつ、マグロに1万貼り付けるのそう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 、うん、もう切り灰貼るみたいな感じや、なんでマグロもなんでやねんって思うやん、いや、まあ、びっくりすると思う、食わないのって凍ってるしね、食わないのねって、もう、あたと食うんやとは思うんですけども、うん、なんで1万円貼るのって、なるほどね、お賽銭みたいな感じですかね、本当にそういうのがもう風習なんですよ、うん、お金を回収してね、とこう、はい、来ましたね、こんばんぬん、21になる前に顔出しましたよと、若いな、21なんだ、まだ21、センチュリー21やな、そう、ちょうど、おめでたい、ウラレギュラーの方、こんばんはです。ウラレギュラー。え、誰だ、え、どっち、ウラレギュラー。ウラレギュラー。ウラレギュラー。誰や、こんなこと。いや、もう。ウラって、めっちゃレギュラー。え、どういうこっちゃ。分かってないから。まあ、レギュラー、レギュラー。ウラレギュラー。だから、準レギュラーみたいなことでしょ、そうですね。ね、隠しレギュラーでいきましょう。隠してますと。隠し。マチコティーチャーが、ティーチャー。去年はもっと寒かった気がする。ティーチャーね。あら、詩吟のように。エロですよ、エロ、うん、本当にいらんこと言うだろうなリアさんが初めてキャンパスに声かけて写真撮らせてもらったのが野菜みこしでした、はい、そうや、じゃあ1年や、そうなるわ、すごい、なんかリアさんに写真撮られた記憶あるもん、めっちゃ撮ってた、リアさんめっちゃ撮るもんね、あのお母さん持ったんかな、その時で、こう、いや、お母さんおらんかった、お母さんおらんかった、お母さんと僕不倫始めたの、あのアスティからやそっから、そっから不倫が始まったから。お母さん大丈夫ですか。お母さん。いいんですか。いやいや、まあまあ、でもね、はい、スリルがありますからね。はい、寒い時は一家に一台、一収蔵だなと。一家に一収蔵だな。そう、一収蔵。エコやなぁ。一収蔵。うん。ワンモアチャンス。で、スマイルさんは栃木県やねと。あ、すいません。あの、テンテレさんやね。テンテレさん福井ですね。福井県の、あの、本名出しちゃダメですよね、フェイスブックでの。はるきくん。言っちゃうけど、そう、CD 買ってくれたんです、ありがとうございます、はい、送りました、なるほど、よかったね、かあの正月前に送りまして、うん、届きまして、多分ね、はい、多分ねじゃない、こっちも いただきまして、お金をお金をいただきまして、はい、ありがとうございます、やらしやらしんなありがとうございます、はるきくん、はい、西宮で、うん、飲み屋で開門神事
まあ、あの福男選びがもうすぐありますなと。あの走っていくやつやね、福男。あ、もうあれ、うん、はあ、そうなんですか、今の時期ですね。福男が、福男、あれすごいよね、あれめちゃくちゃやな、もう、まあ、もう前にね、絶対行ってブワッていかんと、あんなわがわがやってるのが福男のわけないやんか。そうか、なるほど。思うよ。今目から鱗だ。めちゃなんか。ほんまや。あれや。なあ、どけどけやってるのが福男なわけないやん。おー、なるほど。あれ、抽選とかあるんでしょ、あれ。抽選あります。抽選でまず順番を決めて、そうか、で、漏れた人は後ろの方になっちゃうんですけど、うん、その数字に当てはまったらこっちの前に行けると。あー、そうなんや。で、途中でね、バナナの皮とか、亀の甲羅飛ばしたりとか。すごいですよね。そんな戦い方。短い間ではそんなことやってたんや。雷とかね。人によっては、一個前のやつがちょうどアイテム取ったから、もう俺取られへんかったかなっていうのマリオカートやないか。いますから。すごいですよ、あれは。揚げじゃがって何言ってるルイルイも言ってるわ。ルイルイ、愛媛県。愛媛も。屋台でハンバーグ屋やるなぁと。え、あるの？ハンバーグ屋の。うん、それはなんか見たことある。一口サイズで食べやすいから毎回食べる。これめっちゃ古い。でも今日はなかったな。なんか、確かに僕、この間。100円でハンバーグでしょ？あ、かな？なんか僕だって、この間、うん、あそこの吉野川フェスティバルの時も、はい。ハンバーグ売ってあって、それもらいましたもん。ほー。うん、ハンバーグはあるな。ハンバーグはある。でもこれ、うちがちっちゃい時、しか今見たことないよ、今は。じゃあ、まあ、はい、国内で強く外国では弱いプロゴルファーですね、と。ジャンボさんの説明ですかね。そうですね。もっとジャンボのうんちく聞かせてくれ。なぎなぎや、キャンパラの皆さん、妹子さん、西原さん、さん、キャンパワーと。なぎなぎさん。なぎらけいち。男ですか？うん、うん。3時頃はさすがに寝ていたなぁと。そうですよね。イモコーと北とこさんが。あ、北とこさん、イモコレクション、イエーイ、エベスさん屋台減ったと。そうやね、今年かなり減ったらしいですよ。おっ、 CD を買って送ってと。誰ですか？ CD 送ってと北とこさんが。北とこさん会えるじゃないですか、何をおっしゃったんですか。買いに行ってくださいよ。さすけさんが結構午前3時でも見に来た人はいたのですねと。でも午前3時って微妙ですねと。3時やったんですよ。リアさんがうちのお母さん野菜みこしの時おったけどと、うん、そうそうそう、おった、おったん、俺その時の話してるから、おったけど覚えてるんや。西田さんとは話してないと。あ、そうか、だから俺はもしこの時出会ってたら、この時に不倫が始まってたんかもしれない。うわぁ、残念、くそぁ、結局は不倫してるんやったらええやん。損してるわ、俺人生損してるわ。黒沢助さんが福男選びは1月10日だそうですと。もう明日ですね。明日か、うわ、一緒やな。ああ、まあそんなね、福男はありますけども、はい、まあ今日のね、キャンパスボーイ、はい、まあ、とりあえず年内のね、うん、新年の一発目のキャンパルロケにね、5時からのキャンパルロケに。5時ロケ、5時ロケですか。とりあえずね、これが21日、はい、次の14日祝日でして、月曜日こそ、はい、ないんですよ。5時からって祝日は休みだよね、うん、そうそうそう、ない、ないよね。でないんで、まだ21日に放送するんですけども、はい、じゃあもう全部いっちゃおう。ちょっとね、いや全部言うたらあかんよ。途中まで。とりあえず、まあ、徳島動物園に行ってきたんですけども、ほうほうほう、とりあえず、リアクションだけ、うん、妹子さんのリアクションだけで楽しんでいただきましょうかね。え、見せれないんですか？どんつー顔してんだこれ。なんつー顔してんだこれ。うわー、あのね、一言。今年いいことあるよ。いいことあるよ。西田君、リアクションの採点お願いします。え ?100 点うまいうまい。下手くそですよね。えもうこんなにしてますよ、もう。なるほど。もう、ここがすごいことになってます。すごいですね。なんか、キャーって一言言ってもらっていいですか、ね、はい、一言言いきますよ。うん。食べてないじゃないですか。おかしいな、おかしいな。採点をどうぞ。100点絶対100ちゃうから、もう。これはうまいうまい。絶対わからない。ね、私のことコメントは。いや、いいよ、もうそんぐらいの方が。見てからのお楽しみや。見てからの楽しみや。これは、ああ、
これ清水くんだけですかした？西浦くんしない？やったよ。なんかまあ、いやまあ、今ちゃうパターンやけど。うん。まあここまでやったのは僕だけです。でまだ西浦は西浦でちゃうことやってます。あ、マジですか。はい、これは向こうの命令じゃない、はい、指名ですか？それとも自分でしようとしたんですか？向こうのご指名ですね。ご指名ですか？ご指名です。ご指名ありがとうございます。本当に。初めてや俺もうこんなんしちゃう。でも嫌いじゃないんですね。あのね、うん、慣れました。いけるよね。怖かったよ最初。あ、ほんま、うん、もう皆さん今ねこの話聞いてるとね、もう箱の中身は何でしょうですよ。そうですよ、ね、まだよく分かってへんけど、なんかうわってなるんやろなみたいな。ああ、かんない人分かってもたんじゃん。まあね、もうあかん、この話はおしまい。よし。ジャンボが、ジャンボ、ジャンボ、ジャンボ情報、ジャンボ情報、もうええ、もう上やめときますか。いや、エリア足が長いプロゴルファーしかね、今んとこ分かってない。いや、まあ、こういうのね、やっていきますね。いや、今年の出来事ですね、これは。いや、ほんまに。そう。意外とね、はい、すごいめっちゃ引っ張られた。意外とね、でも、はい、慣れるもんです、うん。私も嫌いじゃない。あ、ほんとに。だから大丈夫。すごいな。うん。女の人で。うん。虫とかやったら嫌やけど。うん。いける。はい。じゃあ今の情報で、今の情報で、なんか連想する芸能人をお答えください。違うわ。芸能人と何しとんねん。小栗旬、正解。いや、マジかい。うん。まあまあ、小栗旬とどんなことですね。小栗旬と体張ったの。すごいな。小栗旬と濡れ場が。濡れ場と。すごいですね。嫌やな。まあ、妹子さんは。はい。どうですかこの。おっと急に降ってきました。これもうですか。もういいだ、今日これぐらいしか喋る内容ないんですよ。あ、そうなんですか。うん、もう喋られへんから、ね。そうです。うん。でもこれだけだったんですか。もう今日これだけ。うん、そうなんです。と西田がそれいただけ。うん。あ、そうなんや。そう。うん。はい、おゆい。おゆい、はい、そうです。あんま喋れないということで。何ですか私。あの、なんかイベントとかね。はい。カウントダウンでは、お世話になりました。イェーイ、カウントダウン、2012、2013。風船飛ばしました？え？風船飛ばしました。飛ばしましたね。うん、飛ばしたけど、屋根に引っかかって飛ばんかった。悲しい。僕ちゃんとそれを見て怖いかもしれない。そう屋根ないところで、うんそうね。ラジオでその時の様子録音してたんやけど、はい、バルーンリリースって言わなあかんとか、俺がずっと、バルーンアートが、バルーンアートがって言ってる。清水くんバルーンアートがアートもうバルーンアートなんでプードルみたいなやつがどうなってんのなんでやなんかそこでバルーンアート職人がおって俺はなんかそれ伝えたかったんかなみたいなこれだけ聞くとバルーンリリースやからねあれはいいやもう、ね、シャメ送りましたよねはいあいつだけましたいただきました何のシャメあの富浦くんとトミーとあったあった、はい、写真、はい、4人で撮ったわね全員にうん今年一発目ですよ、これが。あ、1枚目の写真が。いや、多分ね、適当ですけどね。てめえ。はい。ね、いつも。はい。そうよ。はい。いや、こんな感じで、うん、歌わせてもらい、うん、CD も、キャンパラーさんにもね、会いましたし、うんうん、CD も買っていただきの。うん、はい。はい、だけどね、今こう、はい、あの大晦日のカウントダウン歌い終わった後、すんごいへこんでたよ。そうなんですよ、マジへこみで。な、うんで。あの、自分のネタがうまく。言えなかったんで、うん、あんだけそれで練習したのにな、したのにね、うん、だけどね、ほんまにね、二人にはご迷惑をおかけしました。いや、俺は何にもかかってない。俺は何にもかかってない。うん、俺は意外と司会でも何でもなかったからかかってない。あの打ち合わせは一体何やったんって思って、なんか俺らが頼みに行って無理やり出させてもらったみたいな感じいやいやみたいな感じの扱いや。いや、ま、マイクある言うたのにマイクなかったやな。俺結局何もやってへんやん。そうなんや。だから、はい、できなかったやん。はい。マジへこみを聞いてもらいの、はい、慰めで。マジ慰めしてもらいの。え、何、ネタができなかったっていうことは、ネタが飛んだっていうか、そんな感じなの？ネタは覚えてたんですけど、棒読みだったんですよ。うん、それをうまくね、はい、お笑いって間が大事じゃないですか。うん。もうノリが、ノリっていうかこうリズムが、うん、テンポが、うん、表現力ね、表現がね難しいんですよね、うん、はい、それができなかったんですごいマジへこみで、うん、はい、すぐにユーストでへこみを普通に伝えて、うん、うんうん、まあ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 恥ずかしいね、まあ、チャンスは二度とないからなそれも言われた言われた2回言った言われたね、はい、
その言葉2度あったんや。2度ありましたよ。覚えてますからね。チャンスは2度ないけども、その言葉2度あった。なんぼでも言うてる。チャンスは2度と来ないからな。チャンスは来た。いや、来たね、本当に。3回目ですか。あ、まあでもね、年末年始ね。まあでも楽しかったですよ。楽しかったですね。いいですよ。はい、一緒に過ごしましたね。ね、楽しかったですね。一日寝たら忘れますからね。はい、楽しかったことも。忘れんのかい。楽しかったことも言って。ある意味言うたら、だって2週あと2年連続ってことちゃうんですか。そうだね。去年もってことも。来年も、うん、でも確かに1年目の方が妹子のライブは盛り上がってた。そうですよね、うん、そうなんや。ちゃんと返してくれとったもん、お客さん。徳島ラーメン言うたら、そうですよ、うん、1年目見てへんから俺。だから今年グズグズやったん。ちょっとね、無理やり頑張りましたね。うん、あ、本当にね、ちゃんと返してくれとったもんね、1年目。なんかギャルみたいな子たちも。そうですね、ね、徳島ラーメンラーメンってギャルが言うんよ。ギャルたちが。よく覚えてますね。覚えてるよ。ギャルばっか見てたもん。いえ、やらしいな、うん。やらしいって、男として当然の選択や。まあまあまあ、確かに見てまうよね。YouTube 見たら、途中で途切れてましたね。そうなんよ。うん、当たり前だそうで。あ、当たり前だって言われた。うん、ダメなんかなと思って、ほんまちょうどいい感じしてた。ないよ。いや、あれちゃうのよ。俺ちょっと置いてて、俺あの、ジュース買いに行ったん。あ、寒かってめちゃめちゃ。で、はい。特に何も飲み物用意してくれてなかったから、うん、で俺自分で買いに行ったの、はい、でまあこれとりあえず設置してたら行けるわ思って、はい、で行って、うん、で戻ってきて、はい、であれ何やったかな、西浦とあとスタッフの人喋ってて俺も喋っててみたいなことしてる間に、あ、そうやそうや、配信どうなったんやろう思って、はい、ちょっと取りに戻ろう思って行ったら、うん、止まってて、うん、あれみたいな。そう、もう終わったらなんかちょうど見たら、もう清水くんが終わりましたみたいな喋ってたから、そうな、ね、まあちょうど、まあ、ラーメンの滑ったところは映されてなかったよかったです。それはそれでよかった。そうですね、妹子なんて映すもんじゃないってことや。いや、ちょうどね、ええ感じで撮れてましたから。いやでもほんまに、あの日ほんまに一番ええとこで、だから妹子さんのライブもみんな見てもらおうもんって流したんやけど、はい、結局止まってて、うん、でね、カウントダウンやったの、うんうん、109、8、7、6、5、4、3、2で止まったよ。うん、それはもう去年もそうやった。だからやっぱり混戦してるんですよね。日本中の電波グワーってなってるんじゃん。だって言うたら正月、日付変わった同時に全員に言うたら、ほら、明けましておめでとうとかメール送るやんか。そうやな。でもその時もやっぱり携帯ってもう全然怒られへんよな。そうやな。もう電波飛ばしのおっさんも、てんやわんやになってた。うい、うい、うい、うい。まあ、こんな感じ。あ、こっち間違えた。ぴょーん。パチンコやな。なんか、足りへんね。すごいな。玉飛ばしですから。まあ、その、うん、ツイッターは、明けおめのツイッターがこっち一番多かったとかなんか言ってましたよね。そらな、そうなるやろな。そうだろうね。ニュースで言ってました。明けおめツイート。そうですね、うん。3万超えるみたいなことをニュースで聞きました。え、3万なん？少ないやろ。3万なわけない。3万めっちゃ少ないやろ。少ないない。なんかおかしいな。3万って、3万で徳島の人口より。そうか。少ないね。もう適当や。笑, , 笑い事ちゃう。はい。いやー、しばくぞ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 、芸名つけられた。いや、おるんですよ。しばくぞ、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 しばくぞおじさんや、最近聞いた。陣内さんが言う、そうそう、陣内さんの話や、しばくぞ、しばくぞ。いやー、ほんとにね、そんな感じでね、カウントダウンは終わって、ほんで、はい、もうね、キャンパスボーイとは久しぶりの気がしないのは最近ね、みんな会ってますから、会ってますから、会ってますから、なんで会ってますから、はい、ちゃんと喋りましょう。あのね、はい、この間ね、あれいつやったかな、え、仕事でね、うん、あれいつやったかな、ちょっと駅前にね、こう車で通ったんよ、はい、うん、ほんじゃ昼ぐらいにそこ通ったんやけど、はい、もう新井くんがまず気づいたの、うん、あれって妹子さんちゃいますかみたいな、すごいですね、ほんじゃ、はい、いや俺そんなわけないやろって私服やったの、はい、でマスクでっかくなってんけど、いやあんなんが妹子のあんなダッサい服妹子ちゃうやろって言うてただ信号で止まったの、はい、ほんじゃ妹子やってん一瞬で3人でダサーって、わー妹子で俺やってん、でも妹子でやってんけど
全然気づかんくて。気づかんよ。すごいな。うん、あれはでも去年やな。去年の。あれ去年なのか。去年よ。だってロケやん。ケンイチのロケやん。あ、そうや。ケンイチのロケや。よく確認できたね。なんか分かった。あの子もすぐ気づいたの。その全体のフォルム、正面向いたら妹子って分かった。分かるんや。遠かったらちょっと違うよ。あれはちゃうやろ。おばちゃんやろ、普通の。いや、おばあちゃんやで。通り越してる。いや、背中おばあちゃんやった。びっくりしたわ。通り越してる。うん。いやいやいや。背中おばあちゃん、振り向いてもおばあちゃんだ。いや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 。ほんな曲がってました、うん、いやー。なんか猫背やったから。寒かったんですかね。寒くてこうなってたやん。そう、え、帽子かぶってませんでした。帽子はなかった。あ、帽子もかぶってた。もうおばあちゃんみたいな、こういう。よくわかるね、あんな顔隠してるのに。あ、はぁ、あ、どうしよう、明日恥ずかしいな。エースマートにあの格好で行くんですけど。あ、なるほどね。わかる人はわかる、ね。みんなに見てもらいましょう。いや、ちょっとやめてくださいよ。あれ仕事の格好なんですよ。じゃあ、ちょっと二人で喋ってください。僕、はい、めっちゃまだお腹痛なって言って。トイレですから。いや、横なります。腹痛い。清水くんのお腹の影響で。そうね。寝ぐそや。のぐそじゃなくて。寝ぐそ。寝ながら、寝っしょんべんみたいなもんですよ。ブリ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 。配信前もね、僕がトイレから出てこれなくなって、待ってもらったんですけども。リリアントブリーン。いやいや、綺麗なもんじゃないですか。ブリトニー・スピアー。そうやね。ちょっと。綺麗ですよね。ちょっと。今腹痛が喋ってて腹痛が来たんでちょっとやばいですよね。うん、じゃあ次次行きましょう。はい。はい。じゃあうんこあるある。はい。いやいや、もう運はええかな。うん。運が来てますよでもね。あ、来てる来てる。よっ、うまい。はい。そうですね。じゃあ今後半。はい。まだありますよ。1月5日の土曜日に、うん、セカンドストーリーの長谷川ちゃん。長谷川ちゃん。はい。は四国大学の女子大生です。うんうん。英文みたいです。どんな話やね。長谷川は四国大学の女子高生です。女子大生。英文やん。なんなんそれ。女子大生がどうした、はい、女子大生でね、宿題でね、PV、うん、を作るということで。あ、ここでね、言うてたわ。そうなんですよ。はい。はい、で、石焼き芋子の曲を使って PV を作るということで、うん、四国大学でお邪魔して、石焼き芋子もちょっと映してくれるということで行ってきたんですよ。ただあなたのね、PV だもんね、はい。そうですね。プロモーションビデオ。プロモーションビデオ。そして行ったらなんとキャンパスボーイやたくさんの知ってる方が来るということじゃないですか。そう。びっくりしましたよ。みんなエキストラとしてね、来てくれたよね、集まっ。すごいですね。結構集まったよな。すごい。うん、もう十分ぐらい集まったよ。うん、めちゃくちゃ。踊れてました？踊れてなかったけど、踊れてなかったんか。違った、前の人を見て必死についていった。はい、ああ。それは私は見てないですよね。うん、大丈夫。思ったより、PV の時の振り付けが難しくて。難しかった。うん。早いのよね。そう。早くてついていけなくて。うん、で、前の、ね、踊れる振り付け考えた子と、そうそうそう、今子は踊れるんか。でも、めっちゃ間違えてた。お前、また本人間違えてた。本人が一番覚えてた。めちゃくちゃ間違えてた。だから俺、振り付け師の可愛い子が前やったから、そう、その子に必死についていって。えらい。うん。正解。ありがとうございます。ですよね。うん。あのね、今配信見てくれてる方めちゃめちゃ来てくれてた。ありがとうございます。ね、愛されとるやん。じゃあです。あれは長谷川ちゃんの人脈なんですよ。長谷川の人脈。はい、人脈で。長谷川人脈。人脈で。次に。もしでもそれでね、妹子さんの PV じゃなかったら来なかったと思いますよ。小川姫さんの PV だとみんな来ない。来ないな。妹子さんの PV 撮るってことやから。ありがとうございます。うん、なんかね、まあ、そうでもないけどね。あれ言うて言うて。うん。どんどんどうなんですか、あのロケは、はい、結構長いこといろいろ撮って。あ、そうか。じゃあ、俺らのね、あんなみんな集まって振り付け踊ったのが、うん、ごく一部でしょ。そうですね。それ以外に撮ってるんでしょ。そうですね。サビの部分で踊ったんですけど、これまで午前中はうちがちょっとギターで弾きながら、うん、もう、ずっと永遠にこう、口パクで。うん、弾き歌うみたいな。どこで歌ったん？もうこのいろんな場所で、四国大学の中の、あ、なんかパッパッパッって変わっていくんや、それが。そうですね、一通り全部歌って多分編集してくれるんでしょうね。うん、アップで撮ったり、もう全身弾きで撮ったり、まあ5回ぐらいは撮ったかな、ちょっとね、はい、YouTube で上がるんでしょこれはね。おーい、イエーイ、映ってる。今バッテリーのあれやったんですか、今なんか出ました、別に出続中。うん、でも映ってないんじゃんこれ。
いや、多分時差で映ると思う。あ、行ってます。いける。こういう振り付けやったよね。そうなんですよ。覚えてますか？いや、もうすっかり忘れてるわ。そうなんです。あ、次が全然わからない。もう、どっけ、あれだ。あ、覚えてない。ダメだ、全然覚えてない。やべ、なんだこれ。なんだこれ。こんなとこなかった？いやいやいや。で、PV ね、はい、やって。はい。一回ちょっと消しましょうか。あ、動いた。あ、いい感じに動きましたわ。オッケーオッケー、続けて。いけますか？大丈夫です、ということで。うんうんうん。はい。はい、来てくれた人ありがとうございました。ありがとうございました。でもね、写真見たんですよ。ケンチキが写真撮ってくれたんですけど、うん、小賀姫さんがうちの後ろにおった、うん、から写ってないんちゃいますかね。ああ、っていう心配があるんですけど、どうですかね。うん、大丈夫、全然心配しなくていいから。そんなとこは小賀姫だって主役は小賀姫やないやん。まあ、小賀姫センター陣取ってましたけど、うん、めっちゃ後ろ、後ろ、うちのね、幅が広いから隠れてたんちゃうかなっていう心配をね。ああ、そう、はい、おかひめもそんなに目立たせたかったん。いや、ほんなことですけど、めっちゃ気合い入ってたじゃないですか。まあまあ、いつものストリートダンスする時の、はい、ストリートダンス、ストリートで歌ってる時と一緒の格好してたから、はい、AKB の。そうなんですよ、うん、めっちゃ化粧もね、まあまあ、まあまあ、あんなやつ隠したったらええんですわ、はい、多分ね、はい、いい感じで。なりおさん、俺そこまで後ろめたさがある。なんでやろうなと思う。はい。次はいつ完成くらいなんですかね。長谷川ちゃんですよね。長谷川次第。いつ提出って言ってましたっけ。16が提出って言ってたから、これ以降。それぐらいにはできているということで。はいはい。そうですね。楽しみに。はい。わかりました。楽しみは PV できるっつったらね、アーティスト冥利につけるってもんだろう。そうですね。うん。以上、サクサクが、私も PV のダンスは早くて踊れなかったですと。ほんまですか。うん、それは大体ついてきてなかったよ。みんな踊れてなかったんですか。なぎなぎがその PV 行こうと思ったけど、ちょうど行けなかったんだよ。あ、そうなんですね。男やな。違う違う。なぎなぎはなぎこさんという名前ですかね。違います。違いますか。なぎらけいちや。あ、男ですね。うん。でも、あれ、ちょっとダンス覚えてますよ。覚えてます？覚えてます、覚えてます。清水くん、すごいね。ダンスしてたんですか？いや、してないです。してないですか？なんかね、あの時、なんか僕の、なんか映像を見ましたら僕だけなんか仲良くみたいになってたし、ね。そう、ほんまに。すごいことになってましたけど。仲良くんってどういうこと？スマップの仲良くんってダンスみたいに、すごいこう、うん、こんな感じだった。ロッキングな。そう。そんな感じに映ってました、うん。ステップの踏み方が。すごくね。あんなもうちょいグダグダ感出さないと。いや、グダグダすぎる。ええねええねん、そのローカル感がええねん、その。だから見てへんけどね。うん、楽しみですね。楽しみですね。こんな感じで活動報告は以上です。おい、はい、あ、これこんだけ、これぐらいです。もたるやろ。いや、ないです。だって僕らが、うん、こう四国大学で集まる前もどっかでやったんですか。うん、ないです。ほれ、ほの日だけです。え、1日で撮り終えたん。うん、午前中の場所とかももう四国大学もうそれはだけだとでのそれ以外の部分の歌詞の部分を撮ったりはしないないです。ほんまに俺あれいろいろ撮っていってるの思ったら全部そんなにね、うちは多分使わないと思うらしい。あの主役の女の子がおるんですよ。あ、はい、恋の歌なんで、主役の女の子がいろいろして、まあ、たまに出してくれるみたいな感じちゃいますかね。そういう感じだね。はい。あ、まあ、本人があんまり出へん PV ってあるもんね、いろいろ。そうですね。ね、いいですね。うん。はい、でも、ルイも妹さんの PV 行きたかったなと。ダンス得意なのにと。誰が？ルイルイ。あ、そうなんや。ルイルイちゃんは女の子ですね。うん。愛媛の子や。愛媛のみかんですね。うん、愛媛のみかん。愛媛のみかん。みかん。みかんの精霊やから。はい、あ、妖精じゃなくて。うん。みかんの精霊。精霊。うん。神秘やね。うん、神秘やね。なんか黙ってますね。あんまりバカにせん方がいいよ。いやいや、なんで汁飛ばされるよ。汁、あー、なるほど、みかんの汁ね、うん、目に入った痛いですよね。そう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 。めっちゃバカにしますよね、これ。あーおー、すごくました。あー、はいはいはい、はい、お時間でーす。はい、じゃじゃん。はい、ということで、カツオ特以上でーす。ありがとうございました。はい、落ちましたかね、次は。はい大丈夫ですね。よーし、はい、じゃあ
次は告知。告知いただきますか。はい。ああ、踏んでた。いきますよ。これいきます、これ。告知これ、これいきます。それは俺らが言うときに言えばええんちゃうか。自分の話からしろよ。自分の話じゃないんだ、あんまり。え、ああ、そうなんや。ないんですよ。コンサートないの？27までないです。27のこと言ったらええやんか、じゃあ。いいですかね。ちょ、1ヶ月以内に会ったら言ったらええか。いけますかね。うん。1月27日、大阪で歌います。大阪。大阪行く。大阪天王寺って読む。天王寺。天王寺。天王寺って読むんですか。うん。アベノって読むかな。あ、アベノ、アベノ。当てる、当てる。当てる、アベノホープ。知ってます？アベノホープ。何やねん、あちら初めて行くんですけど。アベノホープって。いや、聞いたことあるぞ。ショッピングモール。うん。新しくできたとこじゃ。あ、ほんまですか。シューズモールとかでもなく。え、アベノって書いてた。アベノ、アベノやもな。アベノって言わない。なんとなくわかる。ベーってあの倍の倍。知っとる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 。野原さんの。アベノ何？ホープ。アベノホープ。ホープはローマ字。H-O-P。スーパーや。ないか。ないな。あ、H-O-P。そう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 。H-O-P。絶対知っとる。絶対行ったことある。新しいところ？新しい。あの、ホープじゃなくて、フープです。あ、イエス。タカスクーティニック。はい、え、ホープってあっこちゃん、アベノベルトあるとこじゃん。ショッピングホール、モール、ごめん。あそこがそうやったかな。だってや。行ったことない。ああの、もう、あっこの近くでしょ、かなりは近くやろ。あ、近い近い。うん、広い、きれい。しかも新しいとこやったらめっちゃ広い。あ、すごい。ほんま、化け物。化け物あ、いや、でもマジ、夢タウンぐらいあるで。あ、すごい。へぇ、嬉しい。やったで。近くにキューズモールってのもありますから。じゃあ初めてフープフープじゃないんですね、はい、フープはい、大阪行きます。すごい、大阪でライブ。そう、この前のね、去年の大阪大正区のコンテストに行って、その出演者の方がすごく気に入ってくださって、大阪でこういうことがあるよって呼んでくださったんで、はい、はい、今年初のリサイタルは大阪でございます。全然出てない、全然出てない。ムカつくな。いや、ムカつく。いや、大阪でね、徳島の歌を、はい、披露してきました。そうそうそう、もう怖いですよ。チャラチャラしてる大阪のやつら、ひねりつぶしてこい。いや、めっちゃ舐められますよ、今っぽくて。いや、舐められたら終わりやぞ。田舎もんってこうね、こうやって舐めるんでねえって。そうしてやるぞ、徳島のそこっちからめっちゃ、めっちゃ黙ってるね。はい、村長さんとこのペコのふん。怖いです ね、はい、いやいや舐めるんだね、ほんとに。いや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 お前そんなやから舐められていくの。聞いてね、人の話聞いてない。わしらは徳島県民じゃい、はい、よろしくお願いします。そんな生でじゃないですよね。いや、ね、逆かましてこい。はい、行ってきます。傷跡を残してこい。はい。行ったことない。まあでも、大阪のね、白店、大阪城ホールのストリートやら、うん、大正区やら行って、まあ、3回目なんで、うん、県外でできるのが嬉しいです。県外はすごい。はい。県外はすごいよ。すごいな。偉い、本当に。キャンパってくれ。キャンパります。イェーイ。キャンパスボーイで言ってきます。うん。ポカーンとなるで、キャンパスボーイの名前出した途端。いやいやいや。大丈夫です。はい、もうぐらいなもんですかね。はい、1月は本だけです。はい。はい。ただ細かくは妹さんのブログなど。そうですね。うん。まあ少ないですね。おいらたちは明日かな。明日野菜みこし。野菜みこし。野菜もぐし行きます。なんでここ指さしてるんやん。あとでね。うん。野菜みこしに出ますので。はい。12時から多分1時間ぐらい練り歩くんやと思いますよ。うん。確かに。まあね、平日なんで会社とか学校とかあるんで、よかったら欠席してもらって来てもらえるとありがたいです。ザクザクが学校サボってまで行こうかなっていう。あかん。その学費は誰が出してると思ってんだ。ええ子やな。かん。ね。一瞬だから申し訳ないなとか思ってる。うん。そんな風になるためにお前は育てたんじゃない。お父さんや。お父さんです。そんな、一応ね、その12時から野菜のキャンパスボーイ担ぎます。そうや、バクれちゃうよ、学校なんてよ。質問です。どうやって通るんですか、この、順路とかある。順路が何も知らない。練り歩くというのが。うん。いや、まあ、去年の通れたら。1回目は、
なんか新聞見たら1回目は神社の周りを練り歩くれてるんで、ほんまに両国のあの周辺を練り歩くそうですよ、うんうんうん、1回目はね、1回目2回目はまたいろいろまた練り歩くと思うんですけど、ね、ああよかった、うん、内回りやね、そうなんですよ、内回り、遠い時め死ぬやつ、外回り両国橋をだってなんか新町商店街入ってそっから出て、そうなんや、うん、商店街行った、あの水際公園のとこ戻って、あれはすごい、めっちゃ長かった。へえ。七福神止まるし。止まんね。やっと急に止まるか。一瞬で運んでる大学生全員文句言ってた。ちなみにですけども、はい、これはあのタクドラの金太郎さんというとこまで有名な、はい、金ちゃん、ブロガーさんが、タクシードライバー金太郎。金ちゃんね。YouTube でこれアップしてます。あ。はい、で野菜みこしかな、キャンパスボーイ野菜みこし、これも多分もうキャンパスボーイで検索したら見つかるよ。あ、そうですね、確かに、うん、へえ、やっていただけたらあの YouTube からキャンパスボーイって調べていただいたらですね、多分すぐ分かりやすいね、思います。はい、うん、去年はねすごかった、今年は無駄来るんかな、タクシードラドライバー金太郎、金ちゃんね、よどこでも、うん、どこでもイベントがありますからね。で分かりやすいですよね。ね、まずほんまにタクドラの金さんって感じやもんね。金さん、うん、ね、すごいですよね。タクドラの金さんみたいな感じだから。脱いだらここに、ね、桜が。社会法あります。社会法人木村。誰ですか。誰ですか。誰ですか。社会法人木村。誰ですか。うん、タクドラの金さん。わかりました、金ちゃんですよね。うん、はい。そうですね、一応公務員たかし。誰やねん。誰やねん。ね、キャンパスボーイで YouTube で調べるとまずあります。あの街遊び。あ、街遊びか、ね、はい。あるあるシティのあの小倉のところにあるんですけど、福岡の、うん、そのあるあるシティのまずユーザーがアップした街遊びと。はい、うん、あとほんまに特使デビューの映像であったり、うん、なんかこれ田舎博覧会でゆるキャラかけるキャンパスボーイっていうのもありますね。ああ、アスティのね、はい、あ、徳島馬やってる時は俺が容器アップされてるじゃないですか。うん、はい、ちょっとね、歌いとろうかなと一人ずついいね、押していきましょう。でもね、あの多分こういろいろと見ていくと、うん、ちゃんとありますので、はい、ぜひともね、見ていただけたらなと思います。ですね。デスティニー。はい。はい。ほんで、キャンパスボーイさんよ。はい。キャンパスボーイさんよ。ひぃ、ひぃ。取り立てが来た。いやいやいや。キャンパスボーイさんよ。ボーイさんよ。ひぃ。なんでか。いきますよ。なんでか。これ、宣伝します。そうそうそう。1月12日、さっき宣伝して、ごめんね。やれやれ、別にいいかな。徳島市文化センター。文化センターで。週末吉本。はい。はい。新春爆笑ステージ。in 徳島2013。イェイ。これね。これ全部。うん。これ行きますよ、私。行く。はい。見に行きますよ。うん。でね、チケットがね、取りたかったんですけど、結構売り切れてね。うん。今2回しかないそうなんですよ。そうなんですか。はい。お、売り上げ良好やな。結構ね、はい。はい、1回は多分全部埋まってると思います。はい。会場が10時半。はい。で、開演が11時半となっております。1回ですね。ね。もう1回公演なんで、はい、この公演だけでございます。はい。で、はい、前、みんな行くんちゃいます。うん。前売りが3000円ですけどね、うん、この感じだと、当日が出るかどうかよ。そうやね。ね、3300円でね、一応3300円で。で、チケット吉本、チケットピア、ローソンチケットなどなどでね、買えるんで。はい、ね、よかった、皆さんね。もう、多分空席残りわずかや。ね、まあ、でもみんな撮ってるんちゃいますか。ね、撮ってる。見てる人は。ね。で、現地がね、2階が見にくいけん、1階が欲しいけん、当日券買おうとか言ってね。うん。腹立つこと言うんすよ、ほんま。当日券ほらね、最初からもっと早う買えと、ほんなに前で見たかった。うん。言いたいんですよ、ほんまに。当日券やったら入られへん。そうね。ねえ、おかしいよな、ほんまにね。そうなんですよ。だからキャンセルする人を待つみたいな。そうね。なんでこんな、アホなことすんなっていつも思うんやけどね。2階はやっぱり旦那さんみたいなちょっとね、うん、はい、怒ってますけど、怒ってるんや、はい、やっぱね、表情が見たいらしいんですよ、うん、
通な人はね、まあ、前で見て楽しいらしいです。まあ、俺らはそんな力がないから招待することもできんけど買いますからごめんな、はい、いいでしょう。なんで何で本音優しいんですか。前説やからな、ごめんな。いや前説悪かったな。前説なんでや、何も言ってない。当てつけか俺らに対して。いやいや、なんで用意せえって。お前な、お前なてめえこの野郎、この野郎、この野郎、なお以上です。大丈夫です。じゃあみんな来てね。大丈夫ですよ。ロボットさんね、はい、テンダラーさん、キングコングさん、ウムナーワラ、ヤスヨトモコさん、野生爆弾さん、プラスマイナスさん、インパルスさん、熊田正史さんね、はい、もう本当にテレビに毎日出てるような人たちなんで、キャンバスボーイ見に行きますね。いくらあの前説もね見れますんで、はい、よかったらね見に来て、もう2階席が余ってるって、はい、そうです、はい、そう お前らのしょうもない人生楽しくしたいわ。しょうもなくね。じゃああと7分ぐらいで終わりましょうか。はい、じゃああと7分で終わる感じでいきます。よし、ルータンさんが、妹子さんが萬田銀次郎になった、あれもうそんな、いや、まず、ちょっと最新最近のやつの最新回じゃない。萬田銀次郎、知りません。南の手を、南の手を、いや、今、辛口言ったから話、知らんのよ、南の手を。あ、知らない。金曜屋の話や。あ、なるほど、取り立てすんねん、南の降りて。あ、なるほど、すいません、あの空気やめて、すいません。まあ、はい、次行きましょう。竹内力也、いや、いいや、と、はい、ルイルイが西に電卓買ってと、うん、学校で使う電卓がなくなってんと。あ、え、ルイルイは商業高校なの。おう、うん、え、そういうことなの。いやー、どうなんですかね。あ、電卓か。使うときがあるんでしょ。おう、なんぼや、ルイルイなんぼや。100均であるよ。100均か、うん、え、でも商業高校で使う電卓はめっちゃ高いはず。ルイルイが5000円か6000円くらいするけどお願い。100均じゃないんだ。5000円か6000円か。高いね、電卓。おっしゃ、俺の成功待っといてくれ。遅いよ、卒業してる。うん、俺の人生の成功。のんのんが、のんのんがのんのんさん、こんばんちゃー、のんさん、ほう、北斗子さんが去年の野菜みかしの段ボール船はうちんかあるよと。うん、段ボール船あったの。あれ、うん、そうか、北斗子さん持って帰ったんか。すごい。じゃあ北斗子さんもみこし担いでるってことですね。うん、見に来たよ。あ、違うんですね。見に来てくれて、最後あの野菜みこし分解してみんなに野菜配ってた。そうだ、今年もあの、はいはい、行ったら野菜もらえます、ね、4時にね、あれって言ってましたね。もう分解されていく野菜みこしは悲惨なものやったぞ。どんどんあの鳥が、そうなんですか、なくなっていったから。初めて見るんで楽しみ。初めての野菜みこし全然合わない。次行ってみよう。いいよお願いします。はい、妹子対妹子、妹子対妹子、ひらがな妹子対カタカナ妹子、うん、偽妹子がおるぞ。どっちにどっちが妹子なんや。さあどっち、ねえ、どっち、どっちの料理勝負。そうです。よっしゃ、どうでもいい。陽子ちゃんが妹子さんに会いたいと。ありがとうございます。陽子ちゃん大阪ですよね。まあ大阪行ってます。よっしゃよっしゃ、お願いします。北野さんがこんばんは、あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。よろしくです。はーい。今年もよろしくお願いします。ありがとうまーす。ナース。ボンボン。年末年始は実家でがっつり充電してきました。という北野さんがね。あら。岡山。してますよ。まさか北野さんがアンドロイドだったとはね。すっきり。溶けていく。そういえば、はい、ジノンボーイ2012に輝いた、うん、グランプリに輝いたのは徳島県出身の18歳犬飼さんが、うん、今週の日曜日の行列のできる相談法律所に注目の新人22人として出るそうですよと。へー、ああ、すごい。もうこれからいろんなところに出るんでしょうね。そうですね。5時から先出しておいてよかったですね。ほんまに。スケジュールがパンパンなの前に。もう、すごい。ね、あ、すごいよね、カリアザキさんに会いましたね。カーリーね。ね、どうですか、カーリー。カーリーですか。そんな中で。カーリーと池原工場ね。いいですね。映画があんねん。いい匂いとかしそうですよね。いや、いい匂い実際したで。しました。うん、お花とね、やっぱり共に過ごしてるから、うん、いい香りがね。いいですね。そう。うん。ここか、俺の角度からして、うんうん、ポキってなったやん。なってね。このひな壇におったんやけど、こっちから刈谷崎さんのむっちゃいい匂いがしたんやけど、うん、で、こっちの方からね、またいい匂いがしたんやけど、加藤さんの匂いやった。
加藤さんもいい匂いした。そうなんです。四国大学の教授でございます。うん、ダブルいい匂いがした、本当に。いい、はい、見ましたもん。ね、はい。変わり、すごい、もうこんな。泣きましたね。こうね。すごかったよ。あれも生け花でできてるらしいから。違う。あの髪型も、それを、こう自分で刺すことによって。はい。うん。はい、見に来てって言ってたけど。みんな見に来てって。やだって言ってたもん。すごいです。あの歌の時もめっちゃノリノリでしたもんね。うん、見ましたもん。いいよ、かわいかったですよ。あの全国のテレビと違って、やっぱローカルのこの5時からみんな気をゆるくしてきてくれるんで、あーそうなんですね。矢田の坊だといい、お姉はすごいな、やっぱバラエティー出すとお姉は映えるな。いやいや、かわいかったですよ、うん、はい、いや本当にね、あれは、はい、楽しかったです、見てて。のんのんさんが、はい、うん、こうフォロワーのボットがうるさいと、フォロワーのボット、フォローしてたら、うん、ボットがめっちゃね、うん、つぶやいてくるみたいな。ボットボット。ボットね。はい。さあ、皆さん打ちましょうか。はい。もうちょっとで終わりますよ。もうちょっとで終わります。はい。もうちょっとで終わります。ね、うん、なんか通信中が夢タウンでライブしたそうなんですけども、うん、その10周年の私立体育館、はい、私立文化センターの告知をね、うんうん、しながらなんですけども、はい、なんかさすがにやっぱり夢タウンでも、うん、毎日に発表は無理やということで、がっつりスーツを着てライブをやったっていう、逆にスーツを着ていったっていう、それ見たかったね。面白そうですね、本当に。いや、これファンからしたらたまらへんやろ、逆に。たまらへんね。だって絶対毎回ブリーフになってくれるから。ねえ。スーツという名前。ナイスブリーフやもんね。そうなんですよ。絶対脱いでくれますから。いや、次は、でも、ノーパンやったんやろね、多分、その時は。中身は、実は、うん。実は。ブリーフにならん代わりに。どっちとも言ってくださいね。うん、はい。まあ、ブリーフになったことあるもんね。ブリーフはトランクスはそうやな、ブリーフかな。イエス、ブリーフ。イエス、ブリーフ。ノットブリーフ。いやいやいや。イエスですよ。ブリーフ。ブリーフ。アワベンで言うところの。ブリーフ。アワベンですね。うん。よー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 。ブリーフ。いやごめんなさい、ツッコミができないです。楽しみだと。いやいや。りょうかちゃんが、アベノ、いけるって書いてるよ。おっ、来てもらえるやん。おー、すごい。うん。ちょっと遠くから見ないでくださいよ。違うね。ね。盛り上げていただきたい。ポンポン持っていくねよ、ポンポン。さあ、どんな踊りや。はい、ルイルが、汗じゃ、汁じゃなくて身を投げる、投げつけるよと、しかも、うん。腐りかけのみかんを。あ、汁じゃなくて、もう身の方を腐りかけたみかん。あら。言ってたからね。お、さすがみかんの精霊や。のんのんさんが、妹子さんって芸人さんなんですか？せやな。違います。違います。紹介します。芋は売らずに夢を売る徳島のご当地グルメ歌手を打てます。石焼き芋子と言います。徳島の、ご当地の。ご当地、何？ご当地のご飯の歌を歌っております。ご当地のグルメ。B 級グルメの歌を歌っております。はい、石焼き芋子です、うん。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、シュート君。全部嘘やないか。なんかね、僕は昨日ね、四国事務所の吉本のね、四国事務所の、はい、まあ、所長と会ったんですよ。はい、じゃあ、おめでとうございますって、はい、で、今年もお願いしますって、いろいろ話したんですよ。はい、あの5時から本番前に見に来てまして。おで、ね、今年言うたら四国オーディションがあるんですよ。新人をね。四国吉本ができるから。吉本が あるんですよ、もう。うん、あるから。で、やっとオーディションをすると。ほう、今のところ四国事務所は4件のこのスマス芸人、うんうんうん、4人しかいないんですけども、はい、増やすためにオーディションすると。はい、で、それに、ほう、まあ言うたら、ちょっとセカシトとかにもちょっと告知しときましたよ、みたいな。はいはい、どれだけ来るんですかね、みたいな。わ、はい、からんなーで。あれはなんなんあれはあの石なんやあれ石あれ芸人なんかって言われていやいや、うん、
社長、知ってるんですか、社長が、はい、いや配信見てたんでしょうね。ああ、そうやろ。僕のツイッターとかも見てるんで、名前が、石なんちゃらっていうのは芸人なんだ、そうやで。おお、まずね、進めといたん。芸人じゃないですか。一応、用紙だけ渡しておきますって言われる。マジっすか。歌手部門もあるんですか。いや、ないです。ないですか。芸人部門だけなんですよね。うん。タレント、はい、タレントとか。あ、でも、お笑い、コント、はい、大道芸、マジシャン、なんでもありですから。あ、大道芸かな。そうやぞ。ネタとか言ってるぐらいやん、自分で。大根、棒読みですけど。いやいや、とりあえずこんなんオープニングスタッフをね募集してるようなもんなんやから、漏れなく当たるやん。スタッフ、いや、バイトで言うところをね。え、はな、何これ、四国、私初めて聞いた今、四国の花、この吉本のこの所属を何オーディションですね、うん、タレント募集みたいな感じですもんね。そう、うん、へー、すごいっすね。ほら、キャンパスボーイに勝てるやつ来るな。いったあかんのかい。ダメです。ボケたね、神経がよに、うん、ほんまやね、うん、お前も面白いから来るな。さあな、やさみこし来たけど、ルーさんさんが、うん、片道さん時間かと。近いやん、正午から来るからね。近い近い、俺らのその心の距離に比べたら近いもんや。黒さつけさんが唐突ですが、マッサージでお腹痛いの飛んでいきませんかと。あ、マッサージ、マッサージで、マッサージ痛いの。昨日のちゃん、あ、なんでもない、昨日の、昨日テレビ見たから。うん、ママママママ、エビちゃんの妹？エビちゃんの妹や。あ、うん、そうなの。あったんやって。歌がね、離れれへん。すごいな、反響がある歌があったんやって。それが私今、ごめん、出てきた。うん、次行ってみよう。長介。はい。黒沢介さんが、熊田正史さんが来るのかと。うん。そうやね。あ、好きなの。あ、ルールやっぱり商業家ですと。うん、あ、商業家なんや。さきちゃんが、西田さんも明日、野菜みこし12時からの。うん、はい。西田さんも、明日野菜みこし12時間のみなんですかと。うん、いやほらなあかんの、ね、ほらなあかんの、延長タイムが入るかもしれない、うん、多分頑張って2時間を勝つ。でもゴニョゴニョかなおくん、ゴニョゴニョか、大根とゴニョですもんな。え、大根と、大根と、セクシー大根とな、ゴニョにするからな。違う、キウイや、キュウイ、キュウイと。西兄の成功はいつになるかわからんので、今すぐ欲しいです。今すぐ5000くれってことや。そういうことやな。電卓は学校指定の電卓やね。そうや、高いやつやね。商業高校あるあるやねん、これ。そうなんや。うん、電卓なくすとでかいのよ。高いな。そうなん、落としたなと思って。電卓か、5000だ。なんとかキムタクで我慢してくれへんかな。社長宅さん、どうぞ。キムタクの方が難しいかな、というか。部活の写真が愛媛南予の写真集に載ったよと。あら。でも買えるよ、買ってねと、ルールが。愛媛の。あ、なんか、学生さんの部活やってる写真集があるんかな。あるんやね。西田さん、ティーバック派でしょう。え？あ、色っぽいですね。ティーバック派です。西バック。いやいや、僕西バックってやね、うん、あれをね、うん、僕は T フロントですから。ああ、前がそう、もう隠れてへん。 T フロント見えてますね、 T フロント。みかんの精霊、妖精ではなく、はい、オーディション出たいと、西にとひっくり返すと。オーディション、よっしゃ、一緒にお好み焼きひっくり返そうぜ。何しとんねん。僕もカクカクだぜと、みんながちょっとね、今日映像があれやっていう。でも僕のパソコンはね、結構綺麗に動いてるんですけど。おーい、カクカクさーん、おー、ゴロリー。ワクワクさんやね、もう。あ、さすがっす。さすがっす。もうね、出てこないんですね、言葉がね、もう清水さん。うるせえ。はい、お願いします、清水くん。じゃあ、あと2分くらい。はい、2分ですか。はいはい。もうコメントも。どうですか、大丈夫ですか。コメントの最初まで行きました、ね。はい。なんか言うことは。ないです。ないですよ。ちょっと待って。なんかある？ないです。ない。考えたやん。何にも思い浮かべへん。
ずはい、じゃあ終わりました。オーディション、いつオーディション？え、2月15日まで締め切り。え、ほらキャンパスモードがこの吉本さんみんな来るの？いや、分からんけど、いやもう所長が判断決めるんちゃん。所長がもう僕らは触れないでしょうね。所長って坊主ですか？違うよ。違いますか？誰と間違えてんの？わからない。へえ。イメージだよ。イメージで。いかつい坊主。嘘。いかつい坊主をイメージした。あ、なんか。勝手に。893みたいな。そうだから、ね。吉本そんな会社ちゃうわ。なんかね、こんな感じがしたんですよ。勝手な想像でございます。ああ。はい。じゃあ歌います。ちょっと待って。します。待って、配信がちょっと今。はい、止まってました。多分動いてると思うんですけども、はい、僕の画面が真っ暗になったので、あお、ちょっとおかしいことになってるのは、なんでか視聴数が3人という、多分今から動いていきますね。なるほど。ちょっとバグってますね。ほんまやね、バグってるわ。バグる。あ、今パソコンもめちゃめちゃバグってる、これ。なるほど。今、さあ、どうでしょうか。さあ、皆さん、映ってますでしょうか。もう終わります。はい。どうでしょうか、映ってますか。ちょっとね、バッテリーももうわずかです。さあ、皆さんどうでしょうか。じゃあちょっと、もう一回、はい、映ってくれたら、うん、戻りましょうか。キャンバスボールです。てか、ルイルイ、はい、あ、動いてる。よし、吉本来て、吉本の芸人になったら西兄と付き合うようになるぞ。え、社内恋愛禁止ですか？違うよ。あの、後輩になるやんか。別に後輩が付き合ったらダメってあるんですか？いや、後輩に手出したらあかんやろ。後輩に手出すなって NSC で習ったやろ。そうなんや。うん、習うよ。習うんや。まあ、俺は、まず、え、手は一切出さないんです。ほら、そういう、そもそもなんかね、うん、なんか芸人の女の子はそういう目見られへんようになってんよ。なんかね、あんまり聞かないですよね、芸人同士の付き合いって。なんかなんか、いやいやいや、違うんですか？いや、もう俺はゴシップいっぱいしてるよ。ゴシップしてるんですか？あ、でもまあ大阪いろいろ聞いてますよ。あるんですか？いっぱいある、いっぱいある。腹黒いですか、みんな。ただそのゴシップ聞いた人たちの末路は悲惨なもんやからな。干される、うん、干されるというか、まあそれ対戦した人はおらん。まあ西浦もね、うん、やばい、あの、うん、ブラックリスト乗ってます、ね、あれ、いや、僕が知ってる限りは僕はね、過去の過ちをね、悪い男やな、うん、してへんわ。いや、後輩マジでないで、俺。若葉。うん。若葉。あれ違うやんけ。あれは違う。俺は付き合ってる子と一緒にコンビ組んでいたん。ああ。ねえねえ。お前、マジで勘違いだぞ、この人。違うよ。分かってないかな。でも、あれでも元々、ね、だって付き合ってて、うん、そのコンビ行く子はおるからね。まあまあ、あるけど。全国的な名からしたら。あった後な、付き合ってから知った話一つあったやんな。え？ねえ、目元漫才みたいな感じやね。妹子さん、自信を持って頑張れと、はい、誰ですか？あの、北野さん。あ、北野さん、ありがとうございます。笑うけど、北野さん、ありがとう。ルイルが、何世の風景とかが写真、人物の写真集やねんと。写真の横に写真の横に短歌みたいなのがついてて、うん、フェリーの見送りの写真が使われていると。マッサージは清潔感がないとできないらしいぜ。西田くん、ゴニョゴニョって言ってる場合じゃないですぜと。いや、うん、今、世の中で何が必要かって言ったら、慈悲の心や。金やな。うん。アルさんが12時からその辺でいるのは間違いないんだけども、うん、どうしようかなと。13時半から、カワーニーズの中にいた人に、うん。カワニーズの中に誰もいない。あ、食われたんかな。カワニーズに食われたんやろな。そうです、ね、中にいてるってことは食われてないですよ。に講演会に誘われているので、はい、中にですね、機材持っていくと思うと。そんなリアルな話ですか。ねえ、うん、いろいろと、まあどんな感じで、一応ルイルが最後に、はい、誕生日プレゼント送るからそのお返しということで買ってくれと。ああ、分かったね。分かった分かった分かったね。6000円の、うん、6000円の、はい、1000円分かった。電卓でプリキュアの電卓を買ってあげる。
学校して、学校しての。学校してのプリキュアの電卓。やったー、ね、このデザインじゃ絶対ダメっていうのがあるよな。こっち側のプリキュアやってん。うん。そうなん。あるんでしょうね。はい。さあ、まあやっていきましょう。はい。カブソンのタクシャルキャンバラネット、そろそろ終わりたいと思います。あ、終わりや終わりや、こんなもん。まだ明日は木曜日ということで、僕一人で配信いたしますので、しまいや。もうしまいや。これマジでいいっすね。なんか、いつも真っ白やけど、華やかで、こう、カラフルな感じがして、ね、いいですね。まあ、最後にいじるな、ボケ。はい。はい、最初に言え。今、思ったことも、すぐ言葉に出るからね、これ。ああ、最後に言うな。まあ、とりあえず、その辺で、はい、終わりたいと思います。はい。はい、じゃあ皆さん準備のよろしいでしょうか。はい。グレグレ。グーにしてくださいよ。はい。ですよ。明日も。せーの。キャンバラナイト。はい、ちょうど時間となりました。次回会うまでごきげんよう。にゃー。喋って楽しい。歌って楽しい。キャンバスの色だけをこうでしたら終わりよ。にゃー。にゃー。はい、聞けてない。うるせえ。あいのて。あいのり。バンザイ。君、ええ時計してるな。